とはいってもとにかく願いとしてはめっちゃいい曲作りたいし、すげえいつも願いとしてはね、もういつだってめっちゃいい曲作りたいなってすげえ思うなあって。だからその自分に腑に落ちる曲というか、そうなんですよ。だからノリでなんとなくこっち方面の曲とかをなんとなくやったらそれっぽいのできるんですよ。でもこう飲み込めないと曲にできない。なんかね、腑に落ちなければ、自分が納得できなければ、それっていやこれウケるやろうなと思いながらも、なんか納得できなければやっぱやれないし、やりたくないしっていうのがプロとアマの違いなのかもしれないけど、プロはもしかしたら逆で受ける。いやでもそれはそれでそうすればいいんだろうけど、多分そんなことをまあ多分ね、まだ僕たちにはできないし、そんなこと考えてる時間はないしみたいな。宇多田ヒカルがまあ先に好きなんですけど、復帰した時に「ヒカルパイセンの部屋」みたいなファンから質問をもらって。宇多田ヒカルがなんかオラオラ系の先輩になりきってひたすら変身をするみたいな企画があって、その中で自分は音楽家を目指してるんですけど、プロになると自分の好きな表現とかができずにやりたいことを押し殺されながら曲を作らないといけないんでしょうかみたいなことを質問された時に返した答えが、それを自分でやりたいこともに求められていることも両立するのがプロなんじゃねえかなみたいなことを返してて、さすがそんな一言だけなんですね。いろんな長い質問に対して「いや両立するのがプロだろう」って「できないからプロじゃないよ」って、やりたいこともやりながらそのユーザーのニーズに応えながら表現するんだってのがプロの仕事かなってみたいな。宇多田ヒカルここ 2、3年結構ハマってて聞いてるんですけど、確かに宇多田ヒカルはあからさまに型にはまらない自分の表現を突き詰めた音源しか作ってないし、でも大衆みんな知ってる曲を作り続けてっていうことをやってるから、なんとかっていうドラマの初恋っていう歌だっけ、あれめちゃくちゃいいなと思って。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいよな、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいよな、最近の。そうそうそう、なんだっけ、なんてドラマだったの？俺見たんだよ、実はそれ。あれなんか「初恋」っていうタイトルなのにこういう曲なんだみたいな、ちょっとなんかギャップがあるというかとか言っちゃって、知らんし見てねえし聞いてねえし知らんし。今ちょっとなんかフィルターかかったから初恋の曲を解説で言ったのが、初恋誰かって言ったら自分の親だよ。自分と関わりを持った一番愛しい人が初めは誰かって言ったら両親。初恋ってのは両親から始まってるんだっていうことに気づいたみたいなことを言ってて、であの人が20歳ぐらいまで帰ってきたんですよ。遡ってくれてやっぱすごい宇多田ヒカルが帰っていた。ファーストラブ14歳、5歳で帰ってきたんで、なんかもう世界規模の恋愛なのかなって思うぐらい世界観が壮大。さっきの話じゃないけど尾崎豊ってすごい、ああまあまあそうそうですね。「ILOVEYOU」だって15、6歳でかあれはすごいよね。あの曲を15、6歳で作ってるなんてのはまあまあでもね、そういうことだもんね。でも絶対ぶっ飛んでるっすね。天才ってやっぱいいんだなっていうのは宇多田ヒカルを追ってったらちょっと思ったことで、多分ぶっ飛んでると多分悩みの種が全部違う気がする気はする。なんか感覚的に全てを多分音楽的なことは知ってる気がして、人間性によってそれが変化されるだけでもう完成されてるのが気はなんです。じゃあっていうことは例えば我々はそこにはもうたどり着けないわけだ。でもこいつらが分からないものを僕らは分かる。なるほどと思う。なるほど。なんか音楽を鳴らすことを再認識するっていう歌を多分作れない気がする。もう音楽になってるから人間が。なるほど深いこと言うな。面白いな。面白い話言うね。なるほどなるほど。確かに日常に寄り添ったてかその本当根本的に人間だと思うんですけど、天才型の人間と普通型の人間って言うんだけど絶対違うじゃないですか。でもこの人はもう分かんないですよね。なるほど。数学で普通型の人間一瞬でこの今出てる全ての会計が 16,640 円だよって分かるのと全部計算したら分からないので2つに分かれると思うんですよ。でも違うじゃないですか。俺はだって分かるんだもん。俺分かんないもの、分かんないものの歌は書けるし分かるものの歌しか書けない。なるほど。から絶対違うと思うんですよね。なるほどね。だからそれがいい悪いじゃないし、っていうことだと僕は思う。なるほど。すごいね。分析してるのね。いやいや、多分考えることだけ考える。最近よく後藤健二が最近聴いてる音楽は何なんですか？最近ですか？一番最近例えばゲットした音楽は何ですか？試合とかでも CD とかこれいいなと思ったのは車で聴いてる音楽は車で音楽聴かないんですよ。何聴いてるんですか？ CBC とか聴いてるんですか？ラジオ無音です。あ、それ面白い。面白い。今車に乗ることはいっぱいあるんですよ、仕事が。だから車に乗るんですけどほぼ無音です。無音なんですか？はい。ラジオも聞かない。ラジオも聞かないです。何をなぜ無音で何考えてるんですか？自分のそうです。自分の曲ばっか考えてます。次こういう曲作ろうかなっていうことをいつも考えとか言って言うと、うん、ちょっとカッコつけちゃってるけど、いいよ。ほぼ無音です。車の中は無音で家でも音楽聴かないです。だから例えば今日、ライブとかで共演をして、あ、この人かっこいいなって思った人の音源はまあ買うなり交換するなりっていうことがあるけど、まあ聞くけどほぼほぼ音楽聞かないですよ実は。例えばその自分の音源を作るとか作った時っていうのは自分の音源を聞きまくるんですけど、それが出来上がって CD リリースしましたってなったら自分の音源もほぼ聞かないし、何かを考える時間に当てたいというか、まあ、ほぼほぼ考えてないけど何にも。でも何も考えてないことをあえて選んでるんですよ。っていうのが多いかもしれない。車の中では CD 一応そのデッキの中ではぐるぐる回ってるけど、ボリュームはほぼゼロ。何かの CD は多分今だったら自分の CD が流れてるのかな、わかんないけど、それもわかんないぐらいの何が入ってるかなっていうので CD を例えばこうリリースしたり買ったり。だからなんだろうね、それなんか雑念を排除したい感覚なのかな。だけどとはいえなんかいろんな音楽聴きたいなとか、いろんなその音楽聴けばいろんなものが生まれるからっていうのは分かってるんだけど、なんかどうしてもなんか聴きたいなと思っても昔自分が好きだった音楽を聴き直すとか、そういうことになってしまっていて、今新しい音楽をなんか聴き直すっていうのはあんまりで、しかもほぼほぼ音楽を聴くことはないかもしれない。たまにあの時のあの曲、あの人たちのあの曲聴きたいなと思うと、まあ、CD を引っ張り出すか YouTube で探すかしてちょっと聴くけど。でもそれはアーティスト後藤健二が後藤健二であるべくやってる行動かもしれない。そうね。その自意識がないにしても取り入れない方が後藤健二はいい活動がこれからできるっていう。なるほど。気がする。ケイちゃんいいこと言うな。はい、気がする。いいよ、ごめんね。ごめんね。わかんないですけどね。でも聞いた方が。でもやっぱ参考資料として聞くのは違うと思う。でも、気がしますね。だから多分最近本当聞いたのは、音楽として聞いたのは、今日の昼間仕事中に聞いたダウンタウンブギウギバンドの港の横浜横須賀ですね。今じゃねえ。いや、後にそれが聞きたいなと思って、久々に聞きたいなと思って YouTube で探して、仕事中の移動中に聞きましたね。そういう感じですかね。でもなんか面白い。あんたあの子の何なのさ、この一言かっこいいなとか思うと。ずっと語ってて、バッとあの一言やって、またずっと語って、であの曲ってばとか言って、いいですか？あの曲って4、5分でなんか映画を1本見るぐらいの、そうですよね。なんかそういう曲が僕好きなんですよ。なんかその4、5分の曲の中で映画を1本見てるぐらいの、なんか自分で想像できる、妄想できるっていう曲がすごく好きで、だから後藤健二の曲ってそういう近いものがあると俺は思ってて、前も言ったことあるけど、なんかそうなんか短編映画を見てるような感じがすごくストーリーがあって、それを楽しめる感じはある。なんかちゃんと完結したいというか、情景描写が歌うような歌詞が多いですね。メッセージどうこうじゃなくて、なんか匂いを醸し出す。そうだね。絵が浮かぶというか、匂いますね。嬉しいな。あ、違う。佐伯君嬉しいよ。ありがとうございます。ね。そうなんだ。例えばそうなんだ。今日の昼もなんて、もう移動中に聞きたいなと思ってあれ聞きましたね。へー、なるほど。で、なんかその一言でバチッと締めるみたいな。あんたあの頃何なのさでバチッと締めちゃうっていう。なるほど。はい、なんかめちゃめちゃかっこいいな。で一番最後に「あんたあの子に惚れてるね」「いやあんまだろ」みたいなバチッと締まるじゃないですか。ここで一つのストーリーがなんかっていうのがすごくいいですか、こういう話で。いいよ、大丈夫ですか。そうなんですよ。後藤健さんは何、本とか読むの？本も好きです。最近はちょっとあんまり読んでないですけど、本好きですね。なんかそんな感じがした。寺山修司さん、っていう方がいて、寺山修司さんがすごく好きで、あの方がもうまあおかしな人なんですけど、すごくおかしな人なんですけど。で僕ファーストのタイトルが「No Bird Can Fly Higher Than Imagination」っていう、まあ、A タイトルで、あれ日本語訳詞にすると「想像力より高く飛べる鳥はいない」っていう言葉なんですけど、それは寺山修司さんの言葉なんですよね。でここにも彫ってたりとかして、ノーバードとかタトゥーで、そうなんです、タトゥーで彫ってたりとかして、想像力より高く飛べる鳥はいないってもうその言葉にバチンとやられちゃって、想像力より高くいやそうねえみたいなっていうところから。マイク乗りじゃないですか。マイク乗り、あレコーディング、あれライブ、あラインじゃない、あのこだわりは何からって言うんですか。あえてなんですよね。あえてです。ラインじゃないですもんね。生音で伝えておりますもんね。あれはLINEで撮る音があんまり好きじゃなくて、はい、どうしても機械っぽい音になってしまって、ね、電子っぽい音が、なんかギターの音を生でこうマイクで拾ってると一番、ね、そのギターの生音が一番近いから、こう聞いてる音にやっぱ近い、一番近いんで、もちろんそう、それがすごく好きだし、で強弱も実はつけやすいし、マイクから離れれば音は小さくなるし、近寄れば大きくなるし、それがこのラインとかで拾ってると実は難しくて、あれ。そうなんですよ。で近寄ってて弱くピッキングすればそれなりの音が出てくれるし、でも離れてピッキングすればかすかに聞こえる。なんかそういう、なんか強弱がつけやすいというか、一番やりやすくて、どこの会場に行っても音が変わらないし。確かにそうですね。そうなんです。で、あっさりしてるから、なんかこのね、ラインで鳴らすとやっぱり会場によっては音が全然変わってしまったりとかして、だからもう僕リハもう全然知らない場所行ってもリハとかもう多分5分10分で終わっちゃうし、バチッと鳴らしてもうギターだけ自分が納得できる音が出れば OK なんで、まあそれがやっぱりこうマイク取りが一番素直だしっていうのが実はあったりして、まあ一番は面倒くさくないっていうのがあるのかもしれない。あれかっこいい、かっこいいなと思うし、音もいいから、でもあれ誰もができるわけじゃないですか。それで鍛え抜かないとあれだけ気持ちよく自分のやりたいようには、お父さんの個性やなと思うんですけど。すごいなんかあんまりいないからっていうのもあるし、でもその強弱がやっぱ気持ちいい、気持ちいい、すごく気持ちよくて、関係で聴いてても気持ちいいので、アナログ的感覚なんだろうね。会場によってはね、なんか鬱陶しい顔される時もあったり、難しいのかな。そうだよね。なんかちょっと鬱陶しい顔されることもあるんですけど、ピックアップついてないの？ついてないっす。もうついてないから、もうしょうがないっす。確かに、そうだよね。なんかそれが一番自分の中では気持ちいいから。練習とかしてるんですか？練習は僕、実はほぼほぼしてないです。でしょうね。そんな感じがします。なんか新しい曲を作っていてできてきた時とかぐらいに、たまにスタジオに入るぐらいだけど、その新しい曲やりたくてをちょっとこうやり慣れたくてっていうのはありますね。結構新しい曲とかも作りながら、でもその新しい曲はその。じゃあどこでリハやるかっていうと、ライブのリハでその新しいのリハやって、ライブではやらないけどみたいな、ライブのリハでリハするみたいな。でなんとなく慣れてきたら本番でやるみたいな。シミュレーションだよね。はい、シミュレーションですね。家で作って声出してる時とやっぱり全然違うから。やっぱね、なんか変わってきちゃうから、そういうのはありますね。今回は何回に分けるか分かんないですけど、後藤健二、あれスペシャルかっこいいこと言ってこうかな。これなかなか聞けない話。あれどうした？なんかいろいろ喋りましたね今日は。裏話なかなかあんまり表さないよね。そうですね。そうですね。そうですね。酔った勢いで喋りすぎちゃった。喋りすぎちゃったな今日。しまったな。残念ながら大概覚えてない。聞き直して。こんなこと言ってたんやって。そういえばそんな会話あったら。やめてくれみたいな感じに。面白いね。すげえ面白い。間違えたな。いやいや間違えたな。いいっすかね。大丈夫ですかね。いいよ。あんまり覚えてないです。そうだよね。もうだいぶ酔っ払ったな。だいぶ酔っ払ったな。だいぶ酔っ払うんですか？酔っ払うんですか？酔っ払うんですよ。生何杯目ぐらいで、やっぱ3杯ぐらいな。多分生3、4杯ぐらいでちょっと飽きたかなぐらいからスタートしてからが長いと思います。そっからが長いかなとは思いますけど。もう一杯ぐらいいこうかなと思ってます。なんか締め感すごいあるけど、もう一杯ぐらい。全然いいよ。全然まだもう一杯ぐらいいこうかなとは思う。あのね、後藤健二結構ね、気使いやよね。すごいわかるよね。ちげえしちげえし不良だし、俺不良だし、ワイルドイメージをど不良だし、知らねえし、さ佐伯知らねえし、バンド時代からのね、でその時は全然俺喋ったことないけど、でもなんかこう見てて、あ、なんかすげえ気遣いの人やなって。じゃあこれカットね。バレるバレる。営業妨害。マジっすかみたいな。こうやっぱいい人。全然ならもう全然流してください。オールオッケーです。じゃあそういうことで一回ね、もう十分取れ高は1時間半やん。だいぶ取るな。94分。だいぶ取った。ここに来てからですか。そう。わ、後ろのひびるさんの編集が。本当だよ。マジっすか。大変じゃないですか。まあマジですかこれ。だいぶ取ってますね。すみません、なんかいらん話。いえいえ。面白かったです。お疲れでした。あざした。